毎日新聞社毎日新聞大阪本社毎日新聞大阪本社は西日本向けに毎日新聞を印刷発行する毎日新聞社の地域本社1876年2月20日に創刊した大阪日報を源流として1888年11月20日に創刊した大阪毎日新聞を前身とする大阪毎日は大米の通称で 大阪朝日新聞と激しい各班競争を繰り広げ、1911年に東京の日報社を合併して、東京日日新聞を引き継ぎ、東日本を、東日、西日本を大枚と、その付録紙の中京毎日、西部毎日が管轄する、全国紙体制を確立する。1943年1月1日、東日と全国で大号を統一して、 現在の毎日新聞とする。以降も長らく毎日新聞社の登記上の本店は大阪に置かれ続けており、役員会や株主総会なども大阪本社で行われていたが、1977年に経営悪化ため、新旧分離方式で経営再建を図り、大阪の本部は株式会社毎日新聞社と改めた上で、負債の整理、生産に専念。 新聞、雑誌、書籍といった出版物の発行部門は東京都千代田区に新たに設立した毎日新聞株式会社に移動し本社機能を名実ともに東京へ移した。この際には従業員、社屋、印刷施設などを旧社から新社へ沈借するという形をとって運営し続けたが1 9 8五年に会社の負債が解消したことを受けて 形式上は、旧社が新社を、九州合併する形をとって、再統合した。この際に、旧社は陶器場の本店を、東京都千代田区に移しているため、現在の大阪本社は陶器場の本店ではなく、名古屋の中部本社、北九州の西部本社と同様の拠点事業所の、一つという扱いになっている。1992年12月14日、 大阪毎日新聞時代から70年間使用してきた道島から西梅田へ本社を移転する。大阪本社は1970年代に宝円坂に移転する計画があったが毎日新聞社の経営悪化や埋蔵文化財の存在があり本社移転計画は凍結されていた。その後大阪市から宝円坂と西梅田の土地交換の提案を受けて西梅田に決めた経緯がある。 大阪毎日新聞の名残としては、毎日新聞社及び関連企業の社員を主な顧客とする毎日信用組合の本店が、現在も大阪本社内に置かれている。また、日本初の展示観光物として1922年から発行を継続している展示毎日の編集、制作部門も、大前時代に創刊された名残で、大阪本社内に置かれている。近畿、北陸、 中国、四国と管轄地域としている。四極大阪、関西空港、大阪南、京都、学研、宇治、舞鶴、神戸、阪神、姫路、豊岡、淡路、奈良、和歌山、田辺、大津、彦根、名張、福井、富山、岡山、倉敷、広島、呉、小道、福山、鳥取、米子、松江、徳島、高松、松山、 高知新潟県は東京本社、山口県と島根県岩見地方は西部本社の管轄となっている。三重県はかつては全域が中部本社の管轄となっていたが、1993年3月1日に伊賀市、名張市、熊野市、南室郡三浜町、気宝町が大阪本社の管轄に移行した。毎日新聞では北陸地方は 大阪本社の管轄であるが、他市では、朝日新聞が、富山県のみが一時期東京本社の管轄となっていた。読売新聞は、福井県のみ、大阪本社の管轄とし、あとは、東京本社参加の北陸支社が、富山県高岡市の社屋で独自に編集発行を行っている。富山、石川の2県は、読売新聞と北陸中日新聞、北国新聞、 富山新聞、北日本新聞の4グループがしのぎを削っている。なお、島根県岩見地方では2009年までに朝日、読売の発行本社が大阪本社に統一されたが、毎日新聞は2010年現在も出雲地方と、沖島など東部は大阪本社、岩見地方は西部本社の管轄になっている。ありがとうございます。